そうですね、もうまずは今日は2024年、元日の日に、スタジアムまで、応援に来ていただきありがとうございます。そして、テレビの前でも全国の方々が応援してくださったと思いますので、本当に応援ありがとうございます。選手たちの頑張りが、皆さんの今年にとって、励ましのエールになると本当に嬉しいと思います。後半に5得点を奪っての勝利になりましたけども、前半はどういうふうにご覧になっていて、ハーフタイムにはどんな指示を選手に送ったんでしょうか。後半通して、まずはチームとして、ここがチャレンジすること、チームとして、積極的にアグレッシブに、チャレンジしようと、そこから相手も、粘ってくると思いますので、攻撃の手を緩めず、何度も粘り強く攻撃しようということを、前半もチャンスは作れていたので、後半も継続して、前に、見ていけるように、攻撃を仕掛けられるようにということで、選手たちに話しました。監督は今回の試合に向けて大きなグループで戦いたいという話もされていました。今日 A 代表デビューが5人新たに生まれました。このあたり収穫あったゲームだったんじゃないでしょうか。いや本当にそうですね、日本には数多くのいい選手がいる、J リーグにはいい選手がいる、本当に育成の皆さんが、いい選手を育ててくださるので、こうやって我々もさらに大変舞台で、試すことができていますので、育成や J リーグ選手を育ててくださった皆さんに感謝したいと思いますし、いい選手は可能な限りどんどん経験を積んでいただいて、今後のレベルアップにつなげていけたらと思いますし、多くの選手に自信を持ってもらえるように。今日元日の国立、6万人を超えるサポーターが集まりました。この後日本代表はアジアカップに向かうわけですが、サポーターにアジアカップに向けた決意をお願いします。そうですね、我々アジアカップ、優勝を目指して戦います。今日もスタジアムの皆さん、そしてテレビやメディアの情報を見て、応援してくださった皆さんと、共にアジアカップ優勝を目指して、戦えればと思います。今日も国歌を歌って、日本人の誇り、日本人である喜びを感じて、試合に臨みました。ピッチと、応援してくださるサポーターの皆さんと、一緒に、共闘しながらアジアカップ優勝を、目指して戦いたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。